お世話になります。ひとりでございます。2020年9月29日に冠の雪原の情報が公開されました。いよいよ待ちに待った情報で、最近寂しかったポケモン界隈も超盛り上がっていましたね。正直申し上げて気質の情報が多く、それのプラスアルファ的な情報がほとんどだったんですが、今回は冠の雪原に関する最新情報を考察しつつまとめていきたいと思います。まず一番気になる新ポケモンについてですが、完全に新規のポケモンはヤドキングのみの登場となります。これもすでに登場すると言われていたので情報としては気質でしたが、ビジュアルの全貌は初公開です。リストラされていたポケモンではカイリュウとユレイドル、ガチゴラス、メレシ、あと多分ネかな、多分ね。他のポケモンについてはすでに今までのムービーで映っていたと思います。なのでよくよく考えるとあんま多くないんですよね。あとすでに伝説は全て出現すると言ってはいたものの、カプ系については明確には触れられていませんでした。ただ今回カプコケコさんがしっかり映っていたので登場がちゃんと確約されたと思います。登場するポケモンについては別の動画でもっと詳しく考察しようと思います。なので早速次に行きましょう。次はストーリーについてです。ストーリーは正直ほぼ説明がなく、ほぼ一言で説明が終わっていました。ピオニーから探検隊の隊長に任命されて、吹雪舞う雪原やポケモンの巣を調査するだけです。鎧のことは一応ちゃんとストーリーっぽいストーリーがありましたが、多分冠の雪原はストーリーというより調査という名目で、とにかくポケモンを捕まえるよう指示が出されて探索するってだけなのかもしれないですね。まあそれで十分すぎるんですけどね。次は冠の雪原の目玉、ダイマックスアドベンチャーです。一言で言ってもそれ以上で言ったとしても、ポケモンの巣の中を探検するというやつです。この仕組みで今までの伝説をゲットできるとのことです。明確に詳細を説明してはいませんでしたが、いつもの巣穴のレイドと一緒で4人を募ってプレイするみたいですね。よく見るとアイミ、イクエといつものザコ NPC がいるので、友達と一緒にプレイしない限りはちょっと攻略は厳しそうな感じになりそうですね。道中で野生のダイマックスポケモンと戦いながら調査を進めていきましょうと言っていたので、分岐した道をみんなで多数決かなんかで選びながら連続で戦って進み、ゴール地点に伝説がいるとかそんな感じになるかもしれませんね。左上にハートが見えるので、その回数死んだらゲームオーバーということでしょう。でそのハートマークは4つあるので、今までのレイドでは4回変身だったら強制的に巣の外に出されますから、ダイマックスアドベンチャーでもそれを引き継ぐと予想されます。ただ全く同じだと厳しいので、敵の一体ごとの強さが今までよりは弱くなってて、倒しやすくなってるけど回復できずに連戦になっていて、その連戦で4回瀕死になったらゲームオーバーになるのではないでしょうか。まあ、仮にそうだとしたら、やっぱり NPC と挑戦するとしたら相当にきつそうな気もします。友達がいない私は今からでもため息が出ちゃいますね。ちなみにダイマックスアドベンチャーでは多くの伝説のポケモンに出会えると言っていて、実際公式サイトを見るとポケットモンスターソードシールドエキスパンションパスの片方のソフトのみでは全ての伝説のポケモンたちに出会うことができませんという事実が書いてあります。これはちょっと炎上しそうな文言ですよね。今までずっと全ての伝説のポケモンに出会えると強調していましたからね。まあ嘘ではないですけど、今の不寛容社会ということを踏まえて考えると、ゲームフリークはよく危ない橋を渡るようなことをしたなと思いますね。とりあえず全ての伝説のポケモンをゲットできるんでいいでしょ。なんか伝説が伝説っぽく感じられなくなってしまうような気もしますが、過去作を持ってない人には朗報だと思います。過去作が必要なくても楽しめるようにしているんだと思いますが、個人的にはちょっと残念な気もします。でも相変わらず幻は今まで通り捕まえられないので、過去作を持ってた人しか楽しめない要素をしっかり残しているのは、ポケモンをずっとやってきたユーザーへの配慮があって本当に粋ですよね。この幻ポケモンという要素は本当によくできた仕組みで、一部例外ありますけど、それをずっと崩さず通してきたのは素晴らしすぎます。じゃあ次行きましょう。次はガラルスタートーナメントです。冠の雪原のストーリーを進めたらできるようになるとのことで、鎧のことでいう縛り組み手を思い出しちゃいますね。仕組みとしては今までソードシールド鎧のことに出てきたトレーナーとタッグを組んだりしてトーナメントができる感じです。トレーナーの新たな一面が見れると言ってました。ただ私的には先ほど言った通り縛り組み手みたいになっちゃいそうだと思っています。それはどういうことかというと、ガラルスタートーナメントは空気とガスということです。もちろん縛り組み手も熱心にやってた人もいらっしゃるでしょうが、私個人的な印象としては縛り組み手をがっつりやってる人ほとんどいなく、私は複数のデータを合わせればプレイ時間カンストするくらいにプレイしていますが、なんなら縛り組み手は一回もやったことありません。ガラルスタートーナメントについては喜んでいる人も多いのでどうなるか分かりませんが、私は縛り組み手化してしまう気がします。でこれ考察でもなんでもないですね。で
次はこれは公開された動画で言われていたことではないのですが、公式サイトで特性パッチが登場するとのことです。これは以前からリークで話題になっていましたが、隠れ特性、つまり夢特性に特性を変えられるアイテムということですね。これは正直かなり衝撃的ですね。今まで夢特性を捕まえるのは特に初期の剣盾に思いを馳せるとほぼ不可能に近いレベルで低確率でしたし、かなりの低円だって感じでしたから、かなり革新的なアイテムでやばいっすね。でも結局 BP で買うであろうことを考えると、ポケモンホームとかでポイントを大量に貯めていなければ、労力的には夢特性を普通に捕まえるのと同じくらいになりそうですけどね。ちなみに公式サイトに、特性パッチと鎧の孤島で登場した大スープの両方を使用するとポケットモンスターソードシールドで最初に仲間にしたパートナーを巨大マックスできる隠れ特性のポケモンにすることができるのだと自慢げに推奨してますけど、正直そこまでしたら最初のパートナーいじりすぎてちょっとかわいそうだぞ。じゃあ次、非常に重要な話です。それは配信開始日です。ズバリ10月23日金曜日でございます。今回は鎧の孤島の時と違って夜とかの指定はないので、おそらくちゃんとこの日になったらできると思っていいでしょう。思ったよりも早くなりましたね。11月中旬というのが大方の見方でしたから、もしかしたら第3弾の有料 DLC の見通しがしっかりと立ったためちょっと早めたのかもしれません。今回は通常通りの日付と曜日ですが、やっぱりこれを見ると鎧の孤島の配信日はおかしかったですよね。6月17日水曜日の夜ですよ。今までのポケモンではそんな曜日と時間帯ありえませんでしたからね。まあ、過ぎたことだからどうでもいいんですけどね。で、次はあまり重要じゃないかもしれませんが、エキスパンションパスがセットになったソフトも発売されるとのことです。まあ、この動画を見ている方には関係ないと思いますけどね。11月6日に発売ということで、冠の雪原の配信日10月23日より後になっているので、こういうとこはちゃんとしっかりビジネスしていますね。次はサトシのピカチュウの配布です。これは別の動画でも上げましたが、サトシの帽子をかぶったピカチュウがすでに配布開始しています。全部で8種類いるようで、今2020年9月30日現在2種類がゲットでき、これから順次公開とのことです。配布の日付は10月2日9日16日18日23日30日ということで、期限は11月30日まででございます。かなり小刻みですが、忘れずに受け取っておきましょう。次は冠の雪原からだいぶそれますが、地味にすごい発表でした。それはポケモンホームについてです。なんとポケモン GO とポケモンホームが連携できるようになります。つまりポケモン GO からポケモンホームにポケモンを送れるようになります。今までずっと言われていましたが、ようやくできるようになりましたね。もう私はポケモン GO 一回もやったことないですけどね。ちょっとポケモン GO について私はわからないのであれですけど、他にも朗報がございまして、動画で説明されてたのをそのまま説明しますと、ポケモン GO からポケモンホームにポケモンを送るとメルタンが登場する不思議な箱が開けられるようになるとのことです。まあ、これどんだけすごいのか分かんないですけどね。あと最後はなんと衝撃の発表がありました。ポケモンホームでこれまで手に入らなかった巨大マックスができるメルメタルが配布されるとのことです。これさらっと言われましたけど、地味に超ヤバい発表だと思います。説明の流れ的にちょっとわからなかったですが、これも多分条件として多分ポケモン GO からポケモンホームにポケモンを送る必要がありそうなので、ポケモン GO をやってない人は今からでも始めておいた方が良さそうですね。なお連携開始の予定は2020年以内なので、冠の雪原が配信開始されてからみたいな感じになりそうです。まあ、結構近いんだから具体的な日にち教えてくれやって感じですけどね。はい、ということでこれで全部終了でございます。冷静に見ると冠の雪原自体の情報はめっちゃ新しいのはやはり意外となかった感じですよね。鎧の孤島の時もっと興奮した感があった気がしましたが、まあそれはいいでしょう。地味に今回一番やばかった情報って、冠の雪原より巨大マックスメルメタルの配布じゃね。